極処法のイメージ。太陽とオイヌザ・ベータ星を含んでいるのが極処法。アンタレスを含むのはループ第一法である。極処法は銀河系のオリオン腕にある生間物質の空洞である。極処法の領域内には太陽系を含む極処法生間雲や G クラウドなどがある。直径は少なくとも300光年以上あり、中性水素の密度は 1> 約1立方センチメートルあたり0.05原子と銀河系平均の約10分の1、局所構成間雲の6分の1ほどしかない。局所法の高温ガスからは X 線が放射されている。局所法内の薄く高温のガスは1000から2000万年前の超新星爆発に由来するものであると考えられている。かつては双子座にある ガンマ宣言のゲミンガが最有力候補であると考えられていたが2016年現在では2002年に発表された研究結果からプレアデス運動星団のサブグループ B1 で起きた複数の超新星爆発によるものとする説が有力である太陽系は500万年から1000万年ほど前から局所法の中を通過中である現在の太陽系は泡の中でも 物質の密度が濃い極処構成管雲の中に位置している。極処構成管雲は極処法とループ第一法の間に位置する。極処法は玉ではなく銀河面内では乱形あるいは楕円球形をしており、また銀河面の上と下では幅が広がった砂時計のような形になっている。極処法は他のより密度の低い生観物質の泡、 特にループ第一法と境を接している。ループ第一法は、超新星と、サソリ、ケンタウルスアソシエーションの構成風により形成された、泡で、太陽から500光年の位置にある。ループ第一法にはアンタレスが位置している。このほか局所法は、ループ第二法とループ第三法とも接している。ありがとうございます。